時間に30分遅れてしまった。もううちの養子になる男の子は駅に着いているはず。ちょっと駅員さん、男の子はいませんか？うちの養子になるはずなんですが。男の子いないよ。でもその代わり女の子ならいるぜ。はて、これは一体。グリーンゲイブルズのマシュー・カルバートさんでしょう。よかった、来てくれて。心配になって来られなくなっちゃった理由をあれこれ考えていたの。もし今日来なかったらどうやって夜を過ごそうか考えていたわ。桜の木に登って夜を過ごそうと思ってたのよ。素敵だと思わない？真っ白な桜の花びらに包まれて眠るんですもの。それに今夜迎えに来なくても、明日には絶対来るって信じてたわ。まあ、その、なんだ、遅れて悪かった。これから家に行こう。私孤児院って本当に大嫌い。4ヶ月しかいなかったけど、おじさんにはどのくらいひどいところか想像もできないでしょうね。でも今日からはカスバートさんの家の家族になれるんだわ。本当に素敵。孤児院の人たちってね、悪い人ではないの。いい人たちよ。でも想像力を広げる余地があそこにはないのよ。周りの子供たちの身の上を考えるのって面白いわよ。隣にいる子は本当は伯爵の子供なんだけど、赤ちゃんの頃鬼のような乳母に連れ去られて、乳母がそのことを白状する前に死んじゃったんじゃないかとかね。夜寝ないでそんな想像をよくしたわ。あ、あそこの桜と白樺とても綺麗。花をいっぱいつけた木を見て何を思い浮かべる？その、なんだ、わからんね。花嫁さんに決まっているわ。真っ白いドレスを着て素敵な薄いベールをかぶった花嫁さん。一度も見たことはないけど想像はできるもの。プリンスエドワード島はこの世で一番綺麗なところだと聞いたわ。だからここで暮らすことをずっと想像していたの。ねえ、ところでマシュー、この道はなんで赤い土なの？その、なんだ、わからんね。帰ったよ。わあ、ここが今日から私が住む家なのね。想像していたよりずっと素敵だわ。おや、誰だいこの子は？その、あれだ。手違いがあったみたいで。ちょっと、家の仕事が大変だから男の子の養子もらったっていうのに、手違いでは済まされませんよ。私なんていらないのね。私が男の子じゃないから、そんなに泣くことないでしょう。いいえ、あるわ。あなたがもしみなしごで、やっと自分の家ができたと思って来てみたら、欲しいのは男の子だなんて、お前はいらないと言われたら、やっぱり泣くんじゃないかしら。ひどい、我が人生最大の悲劇だわ。すぐに追い出すことはしないから。まったく、人捨てに頼んだのが全ての間違いだったんだわ。女の子なんて仕事の役に立ちゃしない。マシュー・カルバート、あなたはあの子を置いておきたいつもりなのね。顔にはっきりそう書いてあるわ。いい子だよ。まったく、早く孤児院に送り返す算段を進めないと。わあ、やっぱりプリンスエドワード島の朝ってすごい綺麗。あ、でもすぐ恐ろしい記憶が戻ってきたわ。私は男の子じゃないからカスバート家から孤児院に戻されるに違いないわ。でも本当に綺麗な景色。もうすぐここにはいられないけど、でもこの景色を孤児院で想像することはできるわ。想像力の広がる余地があるもの。ほら、アン、ここにいる間は家の仕事を手伝いな。喜んでやるわ。テキパキテキパキ。Beautiful。キラン、この子の仕事ぶり、なかなかいいわね。あんた歳はいくつ？11になったわ。ブリュエット奥さん聞いてくださいな。男の子の養子を頼んだのに、女の子が来てしまったのです。ならカスバートさん、その子をうちがもらい受けましょうか。一度マシューと話をしてみますわ。あのブリュエットって女にはたとえ N1 匹でも可愛がれないね。そりゃあ私だってあの人のところにアンをやるのは気の毒だと思いますよ。けどそれを良しとするかうちで引き取るかの二択ですからね。あんたはアンを引き取りたいようだけど、私もそれでも構いません。というより他に方法がないでしょう。マリラ、きっとそういう気になってくれると思っていたよ。あの子を家に置くことにしたのは、まだアンに話さないでおきましょう。これから私がアンを仕込みますからね。アン、ちょっといいかい？昨日、脱いだ服を床に投げっぱなしだったね。だらしない真似は許さないよ。きちんとできない子に用はないからね。昨日の夜は心がズタズタになってしまっていたの。服のことなんか考えることもできないくらいに。でも今日からはちゃんとやるわ。孤児院でもやらされていたんですもの。半分くらいは忘れてやらなかったけど、少しでも早くベッドに飛び込んで、想像して楽しみたかったから、もしここにいることになったら、もう少し気をつけないとね。じゃあお祈りしてベッドへお入り。私お祈りはしないの。なんだって？どういうことだい、アン。孤児院ではお祈りを教わらなかったのかね。神は無限、永遠、不変なる精霊にして知恵、力、神聖、正義、全真実なる存在なり。異教徒ってわけじゃないんだね。この家にいる限りはお祈りしなくちゃいけないよ、アン。そうしてほしいならするわ。じゃあこれからちゃんとしたお祈りを教えるからね。どう？私のお祈りは、もう少し時間があれば、華やかな文章にできるのだけども、
そっと押しそうになったよ。お祈りできないのは不審者ってわけでなく、単に宗教上のことを知らないだけだろう。これから少しずついろんなことを教えていくからね。牧師様から本も借りないと。せっせっせっせ、これでお昼のお掃除は終わりだわ。でもカスバートさんは私を孤児院へ送り返すのかしら。あんたはしっかり掃除するね。頭も良さそうだ。それに砂を溶きている。ただ稀に想像の世界へ行ってしまうのは悪い癖だね。お願い、カスバートさん、教えて、私を孤児院に送り返してしまうの。話すことにしようか。マシューと私はあんたをこの家に置いておくことに決めたんだよ。でもそれはあんたがいい子で、感謝の気持ちを忘れなければだよ。嬉しくて嬉しくてたまらないわ。私どうして泣いているのかしら。カスバートさんのことはこれからなんて呼べばいいかしら。マリラでいいよ。マリラ、私はここで宿命の友ができるかしら。え、何の友だって?宿命の友よ。どんなことでも打ち明けられる、愛呼ぶ魂のことよ。そういう友達ずっと夢に見てきたの。オーチャード、スロープのダイアナはあんたと同じ年だよ。ダイアナは赤毛かしら。違うといいな。自分だけ赤毛でもひどいのに、宿命の友まで赤毛なんて耐えられないわ。ミセスリンドいらっしゃい。あなたたち一家のことはグリーンゲイブルズですごい噂になってたわ。私も病気にならなければすぐ見に来れたのに。どれどれ、これがその子かい。なんだかガリガリに痩せているね。器用も良くなさそう。まあ、おまけにすごいそばかす。髪の毛も人参みたいに真っ赤ときているわ。あんたなんか大嫌い。こら、あん。そっちこそ無作法で礼儀知らずで情なし女じゃない。私に向かってそんな口を聞くなんて、すごい剣幕だこと。あん、上に上がってな。本当にお気の毒ですわ。ミセス・カルバート、あれを育てるなんて私にはごめんですわ。私は住民の子供を育て上げたのですよ。白樺の枝を使って言うことを聞かさないとダメですね。無作法なことをしたんですから、後でよく聞かせておきますわ。でも、あなたもあの子にきつく言いすぎましたよ。アン、今度ミセス・リンドに謝りに行くんだよ。あの人は近所中に言いふらすような人なんだから。でも面と向かってガリガリだとか赤毛だとか不器用とか言われたらどう思う?は?まあこの子ったら色黒で不器用で本当にかわいそうに。お前にあんなこと言ったリンドおばさんに火がないとは言ってないよ。でもあんたの態度も悪かったんだよ。夜の間に自分のしたことを考えて、朝になったら冷静な気持ちで下に降りてくるんだよ。グリーンゲイブルズに置いてもらうなら、いい子になるって約束だろ。ペチャクチャペチャクチャ。あん、リンドおばさんには謝った方がいいよ。まだ謝りに行ってないんだってね。マシューのためならできるかもしれないわ。今では本当に悪かったと思っているのよ。ああ、リンドおばさん、本当に悪いことをしました。どんなに申し訳なく思っているか、言葉では表現できないほどです。辞書一冊使ってもダメでしょう。想像していただくしかありません。大事なマシューとマリラの顔に泥を塗ってしまったんですもの。こんな恩知らずな子はいません。男の子でもないのに家に置いてもらっているのに、重い罰を受け、世間から爪弾きにされても文句言えません。リンドおばさん、どうか、どうか私を許してくださいまし。許していただけなかったら死ぬまで悲しみに打ちひしがれるでしょう。哀れなみなしごの女の子を死ぬまで悲しませるなんてしないでください。お願いです。許すとおっしゃってください。ええ、許しますとも。私もきつく言いすぎたわ。私、上手に謝れたでしょう。どうせなら徹底的に謝ることに決めたの。徹底的すぎるよ。あんもうおしゃべりはおやめ。行いの立派な人が立派なんだよ。いい子でいればいつでも幸せでいられるんだよ。お祈りだって簡単だろ。今度の日曜日には教会の日曜学校にも行かないとね。あん、いい知らせだよ。ダイアナ、バリーが今日の午後帰ってきたようだよ。これからバリーの奥さんに用事あってバリー家に行くから、ダイアナと友達になったらどうだい?もし仲良くなれなかったらどうしよう。我が人生最大の悲劇的失望だわ。こんにちは、マリラ。あらあら、この子が引き取った子ね。ご機嫌はいかが?心は知事に乱れてますが体は元気です。こちらは娘のダイアナよ。ダイアナ、アンに庭を案内してあげて。うちの子は本の読みすぎなんですわ。でもこれからは遊び相手ができそうでほっとしました。ああ、ダイアナ、あなた、私を気に入ってくれたかしら。宿命の友になれるくらい。ええ、そう思うわ。あなたがグリーンゲイブルズに来てくれて嬉しい。じゃあ誓いを立てましょう。太陽と月がこの世にある限り、宿命の友ダイアナ、バリーに忠誠を誓います。あなたって変わっているわね、アン。でもとても好きになれそうよ。あんったら縫い物の時間なのにまだ来ない。さっきはダイアナと遊んできていいと言った時間より30分も長く遊んできたし、今は焚き火の上に座り込んでマシュー相手に喋りまくっている。またマシューがバカ面下げて喜んで話に聞き入るもんだから、あの子が調子に乗るんだわ。アンが変なこと喋れば喋るほどマシューが喜ぶんだから、
アン、今すぐこっちへおいで。ああ、マリラ。来週日曜学校のピクニックがあるの。リンドおばさんがアイスクリームも持ってきてくれるんだって。ねえ、私も行っていいでしょう。そんなことより時計を見てごらん。2時に戻ってくるように言っただろう。もう3時15分だよ。約束は守るつもりでいたわ。でもピクニックのことマシューに話さないといけないし。それに戯れの森って素晴らしいところなんですもの。ピクニックには行けばいいさ。あんただって日曜学校の生徒なんだから。でも、バスケットにクッキーとかケーキを持っていかないといけないんだって。そのくらい作ってあげるよ。ありがとう、マリラ。なんて優しいのかしら。シュッ。キスはわかったからもう行き。ない、ない。私の大切なブレスレットがどこにもない。アン、私のブレスレットを知らないかい。マリラが婦人会に行く前に見たわ。触ったのかい。ちょっとだけよ。どんな風に見えるか気になって。でもちゃんと元の位置に戻したわ。じゃあ最後にブレスレットに触ったのはアンなんだね。戻したのならあるはずだよ。でもないなら戻してないってことだ。私に嘘をついているんだね、アン。本当のことを言う気になるまで部屋にいな。あの子が嘘をつくなんて恐ろしいことよ。感触玉破裂させるよりよっぽど悪い。せめて本当のこと言ってくれたら私も気が楽になるのに。化粧タンスの裏にはなかったんだね。もちろんよ。アン、本当のこと言うまでずっとこの部屋だからね。でも明日はピクニックがあるのよ、マリラ。まさか言ってはダメなんて言わないでしょう。本当のこと言うまではピクニックもダメだよ。そんな。マリラ、本当のことを言うわ。実はあのブレスレット湖に落としちゃったの。ピクニックはお預けだよ。ひどいわ。その、なんだ。あの子がブレスレットを持ち出したのは悪いし、嘘ついたのも悪い。でもまだ子供じゃないか。あんなに小さくて可愛い子じゃないか。かわいそうだと思うよ。あら、今度着ていく服にほころびがあるね。直しておかないと。おや、これは。なくしたブレスレットじゃないか。あん、ブレスレットが見つかったよ。それにしてもどうしてあんな話したんだい。だってどうしてもピクニックに行きたかったんですもの。あん、お前には負けたよ。私が悪かった。お前が嘘つかない子だって分かっていながら疑ってしまった。お前もやってないことやったというのは良くないよ。だけどそう言わせてしまったのはこの私だ。お互い悪いことをしてしまったね。これでおあいこだ。さあ、ピクニックへ行く準備をするんだよ。でももう2時だけど大丈夫かしら。なあに、みんな集まったばかりの頃さ。ああ、マリラ、ピクニックは抜群だったわ。抜群っていう言葉、今日習ったの。メアリー、アリス、ベルが聞いてるのを聞いたのよ。幸せだっていう気持ちをとてもよく表している言葉じゃないかしら。何から何まで素晴らしかったわ。とても美味しいおやつを食べて、その後、アンドリュースさんが船に乗せてくれたの。ジェーン、アンドリュースがもう少しで落ちそうになったのよ。ジェーンじゃなくて私だったらよかったのに、溺れそうになるなんて、すごくロマンチックですもの。後でお話聞かせるとき、ゾクゾクっとすると思うわ。それからアイスクリームが出たの、あれは最高だったわ。言葉では言い表せないわ。ってアンが言っていたよ。私が間違っていたと、潔く認めますよ。でもいい勉強になった。アンの告白を考えるとつい笑ってしまう。本当は笑ってはいけないのに。あの子にはわけのわからないところもあるけれど、でも。これから良くなってくると思いますよ。あと一つだけ。あの子のいるところに退屈なし、ですよ。アンは今日が学校初日か。大丈夫かねー。優しいんだけど、ちょっと変わった子だから、みんなとうまくやれるかしら。ただいまー。私、学校を好きになれそうよ。中にはあまり感心しない先生もいたけれど、でもその先生もいい学校出て勉強しているんですものね。今日はいい生徒でいられたんだろうね。もちろんよ、マリラが思うほど大変ではなかったわ。席はダイアナの隣よ。今日からね、ギルバート、ブライスが学校にやってくるのよ。あ、アン。通路の向こう側に座っているのがギルバート、ブライスよ。ハンサムだと思わない。確かにハンサムだわ。でも、すごくズーズーしそう。人参、人参。アン、シャーリー、お前の髪って人参みたいに赤いのな。卑怯者、意地悪、よくも言ったわね。アン、シャーリー、これは一体どういうことだね。先生、僕が悪かったんです。アンのことをからかったのです。私の生徒ともあろうものが、あんな癇癪を起こし、報復行為をするなんて。アン、午後の授業が終わるまで黒板の前に立ってなさい。皆さん、アン、シャーリーは大変な癇癪持ちです。アンはすぐカットしないよう努力しないといけません。アンは言われた通り、午後までずっと黒板の前に立っていた。
皆が見ている前で、である。うん、今日は悪かったよ。本当だよ、だからこのまま腹を立てないでおくれよ。うん、よくあんなことできたわね。ブライスのことは決して許さない。それに先生言ったら、黒板に私の名前を書くとき、言いをつけなかったのよ。我が首は鉄の首輪にはめられぬ、よ。ギルバートに髪の毛のことからかわれたからって気にすることないわ。あの人は女の子なら誰でもからかうんですもの。アン、シャーリー。君は休み時間男の子と遊んでいたらしいね。そこで君の希望を叶えよう。今日から君の隣の席はブライスだ。私が言ったことが聞こえなかったのかね、アン、シャーリー。いいえ、でも本気でおっしゃったのだとはどうしても思えませんでした。今すぐ言われた通りにするんだ。アン、そんなに学校に荷物取り出してどうするつもり？私、もう学校には来ないつもりよ。無理だがいいというかしら。そう言うしかないわ。あんたらひどいわ。あんたいなくなってしまったら私はどうすればいいの？お願い、やめないで、アン。あなたのためだったら何でもするわ、ダイアナ。少しでもダイアナの役に立つんなら何だってする覚悟よ。八つ咲きにされてもいいわ。でもこれだけはダメなの。お願い、これ以上私を苦しめないで。今日学校でこんなことがあったのよ。バカバカしい。バカバカしくなんかないわ、マリラ。私は侮辱されたのよ。侮辱が効いて呆れるよ。いいかい、明日もちゃんと学校に行くんだよ。ダメよ、行かないわ、マリラ。夕方にワレッテルに会いに行ってこよう。今のアンは頭に血が昇っている。なぜお伺いになったのかはもうわかりでしょう。アンが学校で騒ぎを起こした件ですね。どうすればいいのかわからないのですよ。あの子はカッとなりやすい性格ですからね。すぐカッとなる子にはどうしたらよいのでしょう。はじめは調子を合わせておくわ。先生が間違っていると思いますからね。アンだけでなく、授業に遅れた全員を罰するべきだったのですわ。それにお仕置きの、女の子の隣に男の子を座らせるなんて感心しませんわ。つまり、家に置いておいた方がいいんですかね。ええ、本人が行きたいと言うまで家に置いておくべきです。学校の話も口に出してはいけませんわ。今、力ずくで学校に連れて行ったら、今度はどんな無茶するか分かったものではありません。勉強が遅れる心配もありませんよ。フィリップス先生は教師としては全然ですから。ああ、宿命の友よ。アンは憎しみも人一倍すごかったが、愛情もまた、人一倍すごかったのである。うん？あんたらどうしたの？ダイアナのこと考えていたの。私、すごくダイアナを愛しているのよ。ダイアナがいなかったら言っていけないわ。じゃあダイアナをお茶会に呼んだらどうだい？うわぁ、マリラにも想像力があるじゃない。私、バラのつぼみ模様のティーセット使いたいわ。冗談はおよし、あれは婦人会の時や、牧師さんに出す時用のやつだよ。でも砂糖付きのサクランボや、フルーツケーキスナップ、クッキーも出すといい。テーブルの主婦の席に座ってお茶を注いでいる風景が想像できるわ。たくさんのケーキとかお茶もあるから、今日はゆっくりしていきましょう。あんたら本当にいい子になったね。ダイアナ、次はキイチゴのコーディアルはいかが？ごく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 。かぁ。あれ、なんだか急にめまいが、それになんだか苦しくなってきたわ。どさ。ダイアナ、どうしたの？早く帰らないと。あん、今日は一体何があったんだい？今日、リンドおばさんがバリーおばさんを訪ねたらすごく怒っていたんですって。私がダイアナにお酒を飲ませたって、もう二度とダイアナと遊ばせないって言っていたっていうわ。悲しくて死んじゃいそうよ。本当にお酒を飲ませたのかい？いえいえ、コーディアルをお茶と勘違いしてしまったの。さあさあ、泣くのはおやめ。お前が悪いんじゃないから。悲しみで心がズタズタよ。夕方になったら本当のことを話しに行ってくるといい。マリラも一緒に来てくれるといいんだけど。キラ？まあその方がいいだろうね。だから泣くのはもうやめ。きっとうまくいくから。ごめんください。うちのダイアナにふさわしい遊び相手だと思えない子がいますね。家に帰っていい子にしておいでなさい。別れを言いたいのでもう一度だけダイアナに会わせてくれませんか。ダイアナは父親とカモーディに行きましたよ。コンコン。窓の外から音が。キラ、ダイアナ。まだバリーおばさんから許してもらえないのね。そうなの、ママったら、もう二度とアンと遊んではいけないって、泣きながら、あれはアンのせいじゃなかったって言ってもダメなの。やっとのことでここに来てさよならを言う許可だけもらえたわ。しかもたったの10分よ。さらば我が最愛の友よ。隣同士に住む我らなれど、今日よりは赤の他人なり、なれど我が心はとこしえに、そなたのものなり。お掃除お掃除っと。アン、助けてー。その声はダイアナ。ダイアナどうしたの？ミニーネの具合がひどく悪いの。すぐに病院へ行ってくる。ダイアナ、一緒に行きましょう。ミニー、メイ、まだ3歳なのにすごく辛そう。
これは、間違いない、グループよ。安心して、ダイアナ、グループの処置はどうすればいいか分かっているわ。トコン剤を取ってきて、あとお湯がいっぱいいるわ。早くできる限りのことをやらないと。医者を連れてきたぞ。どれどれ。これはもうほとんど大丈夫ですな。アン、これを君が一人で。全く大したものだよ。ミニーメイの命が助かったのはアンのおかげだね。わしが着くまで処置してなかったら、おそらく手遅れになっていただろう。